できたら笑っていいよ。森下茂。エッセイ、動き続ける。より。四つの柱。高校生や大学生を指導する際に、四つのことを大切にしている。丸一、いつでも101%、出し切る。丸二、ノーペナルティ、ごまかさない。丸三、全力サポート。 仲間を鼓舞する。丸四、言い訳しない。人のせいにするな。まずは、いつでも101%。そう、常に自分の力を出し切ろうや、と。千メートル層が3分30秒だったなら、次回は3分29秒を目指そうや、と。いつでも全力を出すことを習慣化しないと、相手や環境によって、 自分の力の出し具合を調整してしまうことになる。ラグビーのニュージーランド代表、オールブラックスは、相手が強くても弱くても関係なく、常に自分たちの力を出し切ることができるという。だから、長きにわたって世界ナンバーワンの地位を保っていけるのだ。次が、ノーペナルティ。例えば、 50メートル数を3往復かける5本のトレーニングをする。オフサイドしない。切り返しの時に両足を越えるというルールを決め、それを守らせる。仮に目標タイムで走れても、自分の力を出し切ったとしても、誤まかしたら反則だよと。試合ではそれがすなわち相手の得点に結びつくのだと。3つ目が全力サポート。 当たり前だが、自分一人が強くなったってチームは勝てない。仲間同士、お互い好不調もあれば、時には気分が乗らない時もある。そんな時こそ、仲間のコブが力になるのだ。まさに、ワンフォーオール、オールフォーワンの精神だ。人は自分のためよりも、誰かのために頑張る方が力を出せるのだ。最後に、言い訳しない、だ。 多くの選手は自分が上手くならない、強くなれないことを人や環境のせいにしてしまいがちである。今日はレフェリーのせいで負けたとか、体重が増えないのは量の食事がまずいからだとか。もちろんパフォーマンスが発揮できない原因はいろいろあるし、その分析はしなければいけないが、それを人のせいにしている選手は絶対に強くならない。少なくとも私はそう思っている。 できない人を笑わない。四つの柱を大切にしているのには理由がある。それはこの四つはやろうと思ったら誰にでもできることだからだ。私はできるのにやらないことは起こるように心がけている。そしてこれにもう一つ加えたものを自分のコーチング哲学にしている。それはできない人を笑わない。 仲間があまり速く走れない。フォームが不格好である。そういう時に笑ってしまったり、バカにしたりする選手がいる。そんな時は容赦なく怒る。ペナルティをしないとか、全力を出し切るとか、実はそんなことより、もっとチームとして大切なことがある。それは、仲間をバカにしないことだ。仲間や相手をリスペクトすること、それを学べるのがスポーツであり、部活動だと思っている。 できるのにやらないことは起こる。そして、できない人を笑うやつは許さない。これが、私のコーチング哲学である。でも、なんだかとても偉そうな言い方である。できたら、笑っていいよ。今から10年以上前のこと、ラグビー部の数名が、レスリング部で、出稽古をする機会があった。練習内容は基本的なものだけだが、ラグビー部の選手たちにとっては、 もちろん難しいものばかりだ。一人の部員がうまくやることができず笑ったとき、レスリングの監督ができないのに笑うなよ。できたら笑っていいよ。と教えてくれた。人は誰もが自分の格好悪いところは見せたくない。高校生や大学生でも精神的にはまだまだ未熟である。したがってこうしたことが時々起こる。そんなときは この言葉を伝えるようにしている。できたら笑っていいよ。この方が私のコーチング哲学よりポジティブでずっといいのである。月刊トレーニングジャーナル2018年9月号より。